ハプスブルク万歳。作品408は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した、更新曲。1282年12月、初めて、ハプスブルク家から選出された新生ローマ皇帝、ルドルフ1世は、プシセミスル家から、オーストリア、シュタイアーマルク、ケルンテを没収した。それから600年後の1882年、オーストリアが、 ハプスブルク家によって統一されてから600年となることを記念して、帝都ウィーンで大祝典が催されることとなった。ワルツ王ヨハン・シュトラウス2世とその弟、エデュアルト・シュトラウス1世は、共に、宮帝舞東会音楽監督の称号を持っていた。そのため、二人はこの祝典のために新曲を作って、それぞれ音楽会を開いて披露せねばならなかった。ヨハン2世は、 ハップスブルクバンザイという題名のもとにフランツ・ヨーゼフ・ハイドンの皇帝参加や父親ヨハン・シュトラウス一世のオイゲン王子行進曲ラゲツキー更新曲などを組み入れてこの行進曲を作り上げた1882年12月17日ヨハン二世自身の手でカール劇場にて指揮演奏されたなお当楽曲はその後のシュトラウス楽団のレパートリーには 入っていない。ありがとうございます。